る。はい、今帰ってきたとこ。今帰ってきてね、お前速攻シャワー浴びて、シャワーはね、何？石鹸なし。ほんまにシャワー浴びただけ。もうとりあえずもう汗だけ流して、でまた後でから風呂入りますわ。濃いめ。濃いめでいきますわ。激濃いめ。ごプッシュ。ああ、疲れた。マジ疲れ。もう高校2年の部活終わった時ぐらい疲れてる。ほんまに。よし。3キロ痩せましたで、今日も。ほんまに。リアル3キロ。隣のね、おばあさんとおってね、えらい痩せはったね、言われて。いや、今日一日で痩せましてん、言うて。おばあちゃん、キョトンとしてはったけど。うっす。ああ、疲れたび。俺も63やで。疲れすぎ。激疲れた。からのこれ。もう、久々、何年？半年ぶり？ポテト。半年ぶりぐらい？ポテトしなしないし。ええ。ポテトしなしないし。ポテトしなしないし。からの声、サムライマック初、人生初サムライマック。誰かがね、あれは定番化した方がいいで言うとったもん。多分定番化されたんですかね、知らんけど。はい、いただきます。これ、ね、20でしょ、これ。うわ、超うまそうじゃないですか、これ。激うまそうやん、なんぼこれ。めっちゃうまそう。これね、セットでね、800円以上しましたで、確か。いただきます。辛い。若向きやね。濃いわ。けどうまいかも。けど、これ私は月見バーガーの美味しいの。濃いわ。スーパー寄る元気もなくてね、マジで。こんなん初めて。とにかく帰ってシャワー浴びて、んでとにかくなんか胃に入れたいみたいな。その前に酒ガム飲みしたいみたいな。してへんけど。はぁ、痛い。え、これボリュームあるわ。がっついたけど、これ半分も食べてんけど、腹パンパンや。汗かくのは疲れるね。汗かうことないもんね。
サウナのやつとはまた全然ちゃうと思う。知らんけど。ああ、ちょっと落ち着いた。俺も63やねん。落ち着きました。落ち着いて急に元気なくなった。あの時はなんかもう、何？なんとか、アナドリンちゃう、アナドラリン？アレドナリンが出とるからガーッなってたけど、今、もう酒も全然、もうめっちゃ酒飲んどるかな思ったけど、酒もなんか欲しない。これ。なんちゅうの、この、昔あるやつ、昔からあるシェイク。落ち着いてもた。アナドレン？え？実は今ちょっと弁護士にそうなっとってね。またなんでそうなってるかはまたこっちでね、例のあっちで言うてますんで、いえいえ、まだ言うてないけど、もうそのなんかふぬけじゃないねんけどね、なんちゅうたいんかな、私自慢やないけど、弁護士お金払って頼んだわ。まあ2回ありますやん、挟んで、まあ、それ以外になんかめっちゃ相談とかはやってますね。その、破産お願いした弁護士、もえたら、なんちゅうの、何人か行って、それも頼んでるしね。弁護士だよ、大手というか、相談事はごっつしてるんですよ。今はもうマジで、リアルに今、お願いしてやっとるんやけど、やっぱりね、大きい弁護士の会社はあかんね、ほんまに。ちっこい一人でやってる人の方がお前親身やわ。もうその忙しいふりやないけど、忙しがられたらやっぱ鬱陶しいですやん。なんぼのもんやね思いません。だから破産の時もね、そういう感じの弁護士結構いてますね。もうそっちの方が多いぐらい忙しい系みたいなね。それ腕があったらよろしいで、けどそれも分かりませんやん。多分腕はないと思う。偉そうなんだ、偉そうなんいうか忙しそうなだけでね。うん、なんぼのもんやねんみたいな。やっぱりそういうのにもやっぱりね、物を言えるようにね、私が先頭を切って物を言うみたいなね。そうね、悩むかね、マジで言おうかなって今思ってんねんけどね、けどここで言うたらまたありやしな思ってね、今辛抱してるとこやねんけど、もうそんなんもあってね、だから今日一日中仕事しとっても全然連絡ないしね、また思ってね。今もないでしょ。今も晩の8時もあったとこですね。それでないでしょ。メールも来とらんでしょ。どないやねんじゃない。なんぼのもんやねん。前もしまいに怒るで。難しいよね、弁護士選びも、ほんま。おいしいマックシェイク。ということで。
寝ますわ。明日も頑張らなあかんし、はい、すいません。ハンバーグ美味しかった。サムライマック美味しかった。はい、なんか昔のマック、昔のいうかマック、マクドナルドの味とちゃうよね。うん、本格的なハンバーガーみたいな味だね。マクドナルドのハンバーガーいたらなんかマクドナルドっぽい味ですやんけど、なんか違うよう分からんけど、飲みますか。すんません。はい、OK、疲れた。すんまへん。チャンネル登録してね。チャンネル登録お願いします。